対戦相手の方が見つかりました。もうカビゴンうぜえわ。カビゴンうぜえ。いや、実況者がこのうざいとか言っちゃいけないんですけど、あえて言わせてもらえばカビゴンマジでうぜえ。どうしよっかな。マンダもうぜえし、なんならホルードもうぜえわ。え？何これ。どうしよっかな。まあ、ただ、マンダに対してはライボギャラがまあまあ強いんだよね。だからこの2匹は、いや、ライボギャラでいいか別に。ホルードなんかさ、なんとかなんだろう。ライボギャラで行って、ラストがランドロスとかでいいと思うんだよな。で、きついやつ誰だ、まあ、カビゴンがきついな。いや、カビゴンなんかなんとかなんだろう。これで行こう。では対戦よろしくお願いします。まあ、カビゴンは、うちのガオガエンの畑落とすを警戒して出てこない。そう願っている。よろしくお願いいたします。ライボルトから入って、一応、で、初手ホルドの可能性もあると思ってるけど、まあ、まずはライボでいい。レアムード、オッケー。ホルドに引いてくるかな。まあ、でも、メザッパで一回一回。なんか、一旦突っ張ってきそうな気がするけど、頑丈だってね。引いてきたか、オッケー。ホルドだったら威嚇入ってからの、カビンゴか、あったらボルチェンだったけど。あ、いや、これまたカビゴンで詰むかも。いや、大丈夫だ。後ろにギラードを通す。でもさ、これさ、カビンゴと無道にさ、無限に回されて終わる気がしてきたわ。あ、ザンパンの方か。で、ザンパンの方がまだ助かるかな。そうか、それ、相手これ普通に受ける気味な選手で来たんだな。普通にマンダ出されてドーンと終わるのが嫌だったから。サイクルーパーにこれね、出てるな、ライボギャラの弱点が。ライボギャラはね、まあサイクルに付き合ってくれるような、付き合ってくれるというか、結構攻撃的なサイクルーパーなんですけど、それぞれの火力が低いから、こういうなんか、まあ単純に言えば受ける気味のパーティーはかなり苦手なんだよね。まあ、今回の相手は完全な受けるじゃなかったから、ちょっとある程度、来てくんないことを祈ったところもあるんだけど、こういう風に受け回しのパーティーに弱いね。まあ、相手もそこは分かったか。まあ、ただ、カビゴンとヤームドの選出はこっちのガオガエンがめっちゃ重たくなってるはずなんですよ。だから、ラストガオガエンに強いポケモンだと思うんだけど、相手のパーティーそんなにガオガエンに強いポケモンっていないんですよね。あ、まあまあ、なんだろう、バシャームとかマンダはガオガエンに弱くないけど、ただ後投げすると結構いいダメージもらってしまうんで、両方とも。まあ、ただバシャーもよりかはマンダかなって気がするけど、だからマンダじゃないのかな。そう、ガオガエンがいるからこの2匹戦士はないと思ったところもあるんだけど、そんな言い訳をしても仕方ないな。でここからボルトチェンジ、まあ、これもわずかなダメージでこのバトルを制すしかない。まあ言ってもね、ランドの畑がうざいと思うんだよね。わずかわずか削っていって、ラストに何かを起こしたい。まあ、ランドルスは一応だけど、まあ、メサパワー入んないけど、今2匹見て畑を押す可能性全然高いんですよ。エアムドが、まあ、ゴツメっぽい、ゴツメだったよな。だし見てなかった、多分ゴツメだし、カビゴンが残飯だから、だからね、相手はね絶対に守る。これスカーフとか警戒してるのか、もしかして。いや、それはないよ、ゴツメバレてるもん。守る持ちか。いや、でもトンボだな。相手からしたら畑は警戒したいはず。あ、だよね。ゴツメだったよな、こいつ。ゴツメじゃなかったらこれ繰り返しちゃえば。あ、ゴツメだわ。見てませんでした。すいません。目が腐ってるんです。で、ライボルと。いや、これもうきついな。もうこの展開やったらカビゴン削れなくてさ。いや、もういっそ10万とか打つべきか、カビゴンに。そっちの方がまだマシか。麻痺が狙えるし、麻痺が狙えるし、10万からのボルチェンでダメージがまあまあ稼げる。これもう麻痺引くぐらいじゃけ多分勝てないわ、本当に。
まあ、でもちょっとずつ減ってるんだよね、カビゴンの HP は。無道は全然減ってないけど、守るがあるからな、そこがうぜえ。まあ守るわな。あー、ライボに毒毒欲しい。ライボに毒毒言ってたやつで見るたびに、こいつはバカじゃねえのって思ってたけど、彼らの方が賢かったみたいですね。まあ、このカビゴン残飯だから多分免疫だからあれだけど、このカビゴンじゃない普通のカビゴンがまずそもそもきついから、あのリサイクルカビゴンね。からなあ、まあ仕方ないよ、やるだけやろう。ランドロス、ライボの毒とか絶対いらんと思ったけどいるわ。まあ、このカビゴンには入んないけど、あくび、あくびか。ここ多分守ってくるよな。だから、いやもうギャラで攻めるしかないか、こうなったら。鉄壁なかったら最悪もう竜舞してなんとかするしかねえよ。今だけうちのギャラドスにダイモン除防させたいわ。今だけなんか代わりに忘れていいかな。ギャラドス何忘れていいかな。飛び跳ねるとかいらんから、ホロノゼットに変えてドラゴンダンス守ってこい、カビゴン。まあやってくるわけないですね。こういう時挑発ギャだと上から挑発して無限に積むとかできるのはね、スカイゼットじゃなくて挑発ギャにしよっかな。カビゴンとか、カビゴンじゃねえわあいつ、彼に強くなる。カバルドンだ。これもな、昼間せにギャラもう仕方ない、困ったら舞うだけ待って殴り勝つしかないわ。もう挑発してきたらもう滝の森秀美の狙いに行く。鉄壁積んできたら、あ捨てろ、あそれはまだマシだわ。まあ、吹き飛ばしがどうさるんだろうけど、どうせもう多少ズルしなきゃ勝てないんで、これこう2枚した滝の森がどれぐらい入るか、3分の1ぐらい入ってくれれば全然チャンスはある。秀美がすれば勝て、あめっちゃ入る。姫、いや吹き飛ばしでもこれライボが来たら無道回復できないから、なんでここでランドロスなんだよ。待てよ、ここ羽休みしてくるよな多分。後ろのランドめちゃめちゃ遅いからさ、下から地震が通るのではないか。くっそダメか。いや後ろのランド加工性かけてるんですよね、S に。でね、無道結構振ること多いから先に羽してくんないかなと思ったんだけど、人生そんなに甘くはないみたいですね。スタッパ打ってみる、ダメ元で。あ結構入る、意外と入る。ちょっとダメだな、このパーティー結構気に入ってたけど、ちょっと2連戦で厳しい、だからどう頑張っても勝てないような。いやまだ一応チャンスがあるといえば、まあほぼ負けなんですけど、一応交換際に10万出て巻き出せれば、まあ、ワンチャンスぐらいはあるんで、まださすがにやるんですけど、一応半分じゃないな、ブレイブバードこう、まあ、まだ一応やるんですけど結構諦めている。いや諦めるな、もうライボの目を見てくれ、俺はまだ諦めねえって目を突き押してる。俺がカビゴンを10万麻痺急所で突破するから、お前先に進めっていう強い意志を感じるわ、ライボルト。お前もしこのカビゴン突破できたライボルト、もう今シーズンと言わない、もうウルトラサン、ウルトラムーンがもう終わるまでお前パーティーに入れ続けるわ、ライボルト。もうこれ10万打つしかないよな、正直。どうせ守っていくんだろうけど、甘えて守、おこれはまさかワンチャン、急所麻痺、麻痺で、あくび、ね、ここね、ある程度読み勝たなきゃもう勝てないんで、ここボルチェンをします。まあ、ここ相手守って、さっき守り読みで僕がこう素交換してたんで、それを嫌うと思うんだけど、相手はそんなことをする。おいいね、あれこれ意外と
意外といける、これもしかして。あくび出てきたらトンボ返りで交換できるからさ。でここはね、もう一回あくび押すことを読んでボルチェンをしたんでね、さっき守り読みでス交換したんで、あくび押してこい。オッケー。でここはライボルト、このタグを制すで俺は。そう、これがね僕の来たワンチャンスで。でここギャラの方が良かった。なぜかで、ギャラ出してもどうせ無道に切られるから。オッケーオッケー。あ、もう俺、あ、残飯が回復、残飯で回復していくとは言ってもワンチャンぐらいワンだろこれ。10万ボルト威嚇が入ってのもね、まあまあ効いてると思う。カビゴのダメージは食らわないから、ライボルト。相手これライボに引から引けないのかな、もしかして。カビゴン結構削ってくるけど相手、まあ、10万ボルト裏マンタとかなのか。フォルトとかいたらもう絶望なんですけどね、正直。10万ボルト、さ、急所麻痺引け。あくび、でここはギャラドス、君に決めた。で、あくびだろうが守るだろうがスカイゼット打つ。ここはまたタクなんだけど、だってボルチで多分これ落ちそうな HP なんで守ってくる読み。 OK で、ここはここは龍舞しないでスカイゼット、守るで相手 HP 回復したいという隙をついていく。オッケー、これ貫通で倒せるか、どうだ。このワンチャンス繋いでいきたい。全力のジェット技頼む、ギャラドス倒してくれ。さっきは倒せなかったけど、ぶっ飛ばすギャラドス頼む。ああ、いやでもいいか、これこんだけ削ったら相手も回復できないもんな。回復できないというかライボの技耐えられないから。いや十分だわ、ギャラドス倒したらマジでかっこよかったけど、全然いいわ。滝登り言うまやしない。どうせもうこいつ俺倒せそうだし、どうせじゃないライボルで倒せそうだし、はい、あ、ごつねはもうどうでもいいわ。でドラゴンダンス吹き飛ばしてほしいね。むしろ吹き飛ばしてくれ。引いてきたカビゴンに引いてこい。よし来てるぞ、流れが完全に来てる。絶望的な状況からここまで持ってきたぞ。なんかもうじゃんけんに連続して勝たなきゃ勝てない状況だったんだけど、そのじゃんけんに勝ってる実際今。滝登り、無道龍舞滝オッケー飛ばした。多分これは龍舞呼びのあくびとかでしょうね。いや裏次第だけどマジでまだ全然いけんな。いやほんと裏次第なんだけど、マンダだろだって無道。まあ、マンダは正直ライボで勝てるかというと怪しい部分もあるけど、威嚇3体いるからそこを生かしていきたい。で無道吹き飛ばしでライボ出してくれ頼む。吹き飛ばせ、跳ねしてくるかな。それかオッケー。ライボ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 、ここはちょっと運に頼るしかないけど、ライボルと来い。そしたらボルチェなんて、よーし、よくライボな、よくライボってなんだわかんねえ。でここは誰が何と言おうがボルトチェンジ10万で、いやボルトチェンジじゃなくて10万でもいいか、10万でいいわ。ラストがバシャーモマンタケイトの場合は威嚇を駆使する必要があるから、多分これでいいね。まあちょっと問題はね、スティルスロックがね痛いことですね。バシャの場合はね、マンタだったらバシャーモか。これいけるか、え、これだってギャラサス、これステロで落ちる HP が全然見てなかった。でここまで来て多分大丈夫。え、ダメじゃね、これ死ぬんじゃね。あ、よかった、ちゃんと計算してなかった。オッケーオッケー、なんか神調整みたいになってるわ。
較を入れまくってなんとかするしかない。比較が3回入るから。だってここ研磨屋マジでやめてくれ。あー、これまだボルチェンだったな。まだまあ、いやまだ、いやボルチェンだったな。くっそー、ボルチェンでギャラリー角いるべきだったか。そう、研磨屋は頭よぎったんだけど、まあ、ボルチェンしなかった理由は守られた場合にエビ取られて、まあ、威嚇がちょっと1回分使えないんだよね。これさ、ステロダメージを考えてもさ、ランド2回出した方が多分いいよな。ライブどうせバシャンワンパンできないから。それかライブを出して、あ、でいいか。いや、もう1回研磨屋積むのが相手は安定かもしんないな。でもここもう1回積んでくるかな。いや、でもどっちにしてもか、結局何かしらの要素がないと勝てないから、もうここ10万押すしかないわ。あー、まあ積んでくるような。だからランドから入ろうと思ったんだけど、ランドから入った場合って結局ステロがかさんじゃうから、おいしくない。なんかあるか、ここから勝てる方法。ないな。クレドラ採用だもんな。いやー、ちょっと中盤盛り返したけど結局ダメでしたね。HP が消耗しすぎたか。これはちょっとな、悔しい負け方をしてしまったわ。ライボがボルチェン押せてれば、バシャーモンもこんな悠長に詰めなかったんで、そこだね、やっぱ。うん、ボルチェン押してギャラで受けて、で、ライボもう一回出してっていう風にすればよかったから、まあちょっと、中盤イケイケのプレイングができたのに、後半でひよってしまう、ちょっと己の弱さが出たな。なんか起きないか、これ。なんか、もうちょっと押し間違いでもいいから、ちょっと頼むわ。結果が欲しい。家庭はどうでもいい、結果が欲しい。かわせ、フレアドライブかわせ。対戦ありがとうございました。